地ズラドガコの位置ラドガコは、ロシアにある、ヨーロッパ最大の湖。ロシア北西部レニングラード州とカレリア共和国の境界にあり、フィンランドとの国境に近い。ラドガコからは、ネバ川がサンクトペテルブルクを通って、フィンランド湾にへ流れ出している。また、流入する川は、オネガ湖からのスビル川、イリメニ湖からのボルホフ,フ川などがある。湖の中に、 約660ほど島が点在しており、500程度は北西部に集中している。大きな島には人が住んでいる。ワモンアザラシが生息している。沿岸部では12月から5月にかけて、中央部では1月から3月にかけて決表する。サンクトペテルブルクの重要な水源となっており、1日あたり471万立方メートルの水道水及び工業用水を、 供給している。かつては、スウェーデンとロシア帝国の国境の湖だったが、大北方戦争の結果、ロシア領となる。ロシア革命後は、フィンランドとソ連の国境となったが、冬戦争と継続戦争の結果、ラドガ湖全域がソ連領となり、現在に至る。ラドガ湖に流れ込む川は次の通り、ラドガ湖から流れ出る川は一つ。ありがとうございます。